さあ始まりました。はい、あこっちですかね僕は、うん、はい今回は、うん、企画ですよ。何をやりますか。ハブティータイムじゃないんだこれ。ハブティータイムじゃないですよ。おうおうおう、ないでしょ。ないマイクがない。いつもありますもんねここに。そうですね、うん、今回僕らはね、沖縄のことを毎回歌ってるわけじゃないですか。まあ、ね、沖縄生まれだしね。そう、うん、愛情がありますよねやっぱり。いやあって愚問だよね愛情がなければやってないでしょ。ですよね、うん、だから今回は本当にそうなのかと、うん、沖縄の琉球愛を確かめようかなと。今回は必要ある対決ですよ。どっちが愛してんのっていう。ああそういうことね、うん、まあそれはもう負けないよ。どっちの方が琉球愛が強いのかということと、うん、僕らの琉球愛がどこまであるのか、うん、ああなるほど、はい、やっぱ示していかないといけないわけじゃないですか。はいはいはい、そうね、はい、なんで今回はね、うん、こちら用意しました。何？絵です。絵でちょっと対決していこうかなと琉球愛をね確かめるために。絵っていうのは何？沖縄の形を描けばいいの？そのテーマに沿った絵を描いて、うん、はいはいはい、やっぱ愛情があればもう精密に描けるわけじゃないですか。正確にね、うん、正確に、はい、記憶にも鮮明に残ってるでしょ。愛情があれば残ってる。愛情があればね残ってはいるいろいろね。そう、沖縄のものたくさん見てきましたよね、うん、何かによるね。でも何かによるね。何が？ものが。いやいや、もう琉球のものですよ、うんうんうん、スペースシャトルなんて言いませんよ。つぼや焼きなんて言われても分かんないからね。あー、まあね。でもまあでも壺かけばいいんじゃないの。そうだね、大体ね。じゃあ模様とかがあるでしょあるの？あるあるある。あ、でもいろいろ見てきたわけじゃないですか。まあ、やっぱ思い出に残るものっていうのはやっぱ感情があってこそですよ、うん、まあそうだね。感動したら覚えてるとか心を揺さぶられてね。そうそうそう、うん、だから琉球愛を持ってる私たちは愛があるのかと、うん、いやだいうことをチェックしていきたいなと、はい、いうことで、うん、絵でちょっと対決していきましょうという自信の方。はい、自信のほどって聞いたけど、はいはい、ないよ何かあの絵あんまりうまくないよ。あ、だから画力はないけどでも愛情はあるわけで。愛情はある。じゃあ描けますよ。あ、当たり前じゃないですか。絵描ける？僕、うん、いや描けないですいやあ、でも僕小学校の頃に一回銀賞か銅賞もらいました、うん、それ言うのは俺小学校2年生の時に金賞もらってるもん。僕3年かな。じゃあ学年はいいんだけどどっちでもねはいはいはい、うん、だからやっぱりね、うん、でもあのその賞をもらうってことはやっぱりそのやっぱ能力はあるということを認めてもらったってことでしょ。まあそうね、うんうん、審査員がどうか分かんないけど先生だったのあれもはや。やった、誰がやったんだろうね、うん、先生じゃない先生の好みじゃないのあれ。先生に太鼓判押されてもな別に絵の先生じゃないからね、うんうん、最初はじゃあ、うん、テーマ、はい、まあこれ皆さん知ってるんじゃないですか、はい、シーサー。これはもう1日5回以上見るんじゃない。シーサーなんて沖縄で。沖縄ではね、うん、沖縄住んでないからね俺らいや過去住んでたわけじゃないですか。沖縄で ね1日歩いてればだってそこら辺にいるわけでしょ。まあ、ありますから、家の前にありますからね、うん、記憶がないなんて言い合わせませんよそんな、うん、頭にはね出てるのよシーサーが。はいはいはい、それを表せれるかっていうね。いやいや、まあ愛情あればこそじゃないですか何でも。うん、だってあのよくさ、よくあなんかそういう格言があってさ、はいはい、あの頭に描いたものを表現でき、はいはい、描けるとかそういうできるんであれば、はい、画家になれますよと。あ、頭に描いたものを文字に起こせるんだったら、うん、小説家になれますよと。あ、なるほどね。頭に浮かんだやつを口に出せるなら喋りか、はいはい、芸能人だったり小説家になれますよっていう格言があるのよ。何も持ってないじゃないですか2人ともどこにでも属さない。頭にあるやつを表現できるのかっていうね、ちょっと心配があるけど、まあ、沖縄の人だったらできますよできんの僕は自信ありますからね、まあ、シーサー。ええー、沖縄のものに対して。あー、そうだよ。シーサーだけじゃなくね、うんうん、いいよ、俺も自信はあるよ沖縄愛にはねじゃあやっていきましょうか、書いていきましょう。あの、あれ見ないでよ。見んなよ。ダメ、何タブ口なんだお前いきますよ、はい、レディーゴー。うわ目ってあったっけ目がない目そっから泉崎流にしますもんあれ、俺うまいかも。マジ？なんかそれっぽくなってきた。うわ足あったよね。ん、足はあるよね。
当たり前じゃん。顔、あ、何、メンシーサーのこと言ってるそれ。メンシーサーはやめてよ。できました。マジで完璧ですね。どっちから行く。もう飛び出てくるような 3D。 いや、そこまでリアル、うん、ということですよ、うん、3D ではない。もはや 2D でしょこれも。なんかあの今更だけどさ、はいはい、あの今日のあなたのちょっと画家みたいだよね。いやいや、もう今日に合わせてきました。帽子もやっぱ絵を描くって言って、まあ私あの形から入るタイプなんで、ね、形から入るタイプなんでね。なんか画家みたいだな。やっぱ全然もうプラス2ぐらいありますよ、うん、画力プラス2、あー、ね、プラス3、もう5上がってますからね、これで。でも元々がマイナスだからさ。能力違う。まあゼロ、ゼロ。なんかでもちょっと詐欺師っぽいけどね。まあちょっとね、田代正史みたいな、うん、それ言ったらダメだよ。いやいやいや、マーシー、マーシーにしといて、マーシー、マーシー、マーシーって、はい、もうまんまじゃん。どっちからいきますか。僕から行きましょうか。行きましょうか。いいですよ、いいですよ。行きますよ。はい。こちらです。シーサー。じゃじゃん。あー。こちらです。あー、なるほどね。こうですね。ほら。俺これどっちか迷ったんですけど、右があれなんでしたっけ？あの、口が開いてるんでしたっけ？そうそう、メスかなんかだよね。口が開いてるのはオスです、確か。あ、ほんと？うん。じゃあ、オスが右か。オスが右、うん、上手、うん、上手、うん、じゃあ合ってますね、これ。ほら、しっかりあのパーマ、でもまあパーマ加減もここら辺ね、うん、パーマ加減もしっかり表して、はいはい、あとちゃんとこれね、長峰って、あ、長峰家の、長峰家のあの、衰退したね、衰退したしてるね。そう、ほう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 、4本足でね、ちゃんとこの背の曲がり具合もね、はいはいはい、はい、あ、でも実際これ何かって言われたらシーサー、シーサーか雷様かどっちかだね。パーマ加減でしょ、うんうん、え、パーマでしょ、あれパーマだったっけ。そう、俺そこで迷ったのよ。なんかくるくるしてるのついてる。なんか髪の毛あったっけなとか思ってさ。髪の毛はあるよ。獅子だよもはや。あ、そうね、うん、これはいいんじゃない。この豚っ鼻もちゃんと、ね、沖縄の。あ、でもそれ言われたら、でも獅子の感じ。目がなんか目ん玉がないね。白目向いてるよどっちも。いや、こんなもんですよ。こんなもんですよ。ちゃんと目なかったっけ。シーサーってこんなもんじゃない。ほんと、うん、あ、まあでもこれはうまいんじゃないですか。悪くはないでしょ、うん、はい。対して、うん、俺ね、うん、おろくこれどかしてどかして。これ顔の自信はあるよ。何ですか。顔の顔、うん、シーサーの顔の自信がある。シーサーってほぼ顔でしょ、もうほぼ顔。いいですよ、どうぞ。いきますよ、ドン。いや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 、犬じゃんこれ。シーサーでしょ。新種の犬でしょこれ。嘘。沖縄にいた、歩いてないかったこれ。ちょっとあの顔でも感じ出てない。しかもなんで立ってるの。普通座ってないシーサーって。あれ座ったっけ。立ってるシーサーってなかなかなくないですか。あのなんかそれ言われたらそんな気がしてきた。何これ、毛全部剃られた後みたいな、なんか鱗みたいなのなかったっけなと思ってさ。あー、なんか模様はね、模様があるよね。模様はありましたけど、 その模様を描いたんだよ俺。しかも尻尾ってこんなんじゃないでしょ。え、尻尾なんかこんな細いの出てた。獅子だからさ。え、獅子だから。獅子ライオンみたいなもんでしょ。なんかこんなんじゃない、くるってなってない、確かに。そうだっけ。うん、これ犬ですよただの。いやー、でもシーサーかって言われたらシーサーでしょ。いやいやいや、シーサーとは言いづらいよ。例えばこれをさ、え、犬ってなるよ。他の人にバンって見せてさ、うん、これ何に見えるって聞いたら、シーサーって言う。犬じゃない、犬、犬っぽいシーサーって言う。病気の犬ですよこれ。なんかもう毛が抜けた感あるもん、なんかこのブツブツが。なんかね、何これ、怖。でもな、感情は出てるけどな。いやいや、守ってほしくないな、それに。それには守ってほしくない。出して出して、それも。どっちがいい、え、どっちがいいかな。僕でしょ。あれおかしいな。いや今回は僕じゃないですかね、これ。まあまあね、うん、2体だから台もあるしね。台もちゃんとね、シーサーっぽいでしょこれ。甲乙、うん、つけがたいけど、うん、どっちかといえばお前かな。いやいや 100% 俺や。シーサー、ちょっとこれあの皆さんコメントしてもらっていいですか。どっちがうまいか。これはあの2人で決めるんだったらもうお前だけど。いや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 、もう満場一致だと思いますよ、視聴者。はい、というわけで今回僕ですかね。ですかね、しょうがないな。次行きましょうか。
次はじゃあ、うん、今動物系行ったからね、うん、じゃあ首里城かな。やっぱり首里城最後じゃない。マジ首里城行く。首里城行きましょう。首里城、首里城行きましょうか。行こうか。あ、以上あるでしょ。首里城ある。俺首里城でも完成したの見たことないな写真ではあるでしょ。写真ではありますけどね、うん、首里城ってただの家じゃない、もはや。そう。じゃあまあ書いていきましょうか。書いていこうか。いきますよ、はい、よーい、チャレンジ。どんな感じだったっけねえ、うん、いやー覚えてない。愛情があるから覚えてるんですけどね、うん、全然覚えてないんだけど全然覚えてないんだけど。てか入んなくなっちゃったよ。サイズ感、サイズ感間違えたよ。覚えてないことはないんだけど。あー、はい、うん、できたというか、うん、もうやることがなくなったんですけど俺これ以上思いつかない俺も俺もこれしかない、ない。いやでも首里城って難しいね。じゃあ私が書いた首里城はこれ、こちらです。ドン。何これ、いかがでしょうか何これ。首里城倉庫じゃん。なんか正殿前ってこんな感じじゃなかった。そうでしたっけ。これなんか瓦さ、赤瓦のさ屋根でさ、屋根浮いてるけど、もはや何が何が浮いてるけど、だからその下がどうなったか覚えてないんだよ空白。そうそうそう。いやいやいや、でなんか真ん中にでっかい門が、門っていうか扉がね、扉があったなってなって、でその下になんか階段みたいなあったじゃん。はいはいはい、階段書いてんだよ。階段ってかそれもうな、何それ二段ベッドとかについてる階段じゃないの違う、あの綺麗に書けなかったから俺それよりは自信あるから。なんか本当こちらです。ダダン。ああなるほど。首里城首里城かってなるよね僕もそう思う。あのなんか平屋じゃないただのほらあのあるじゃん、あるあるある、正殿前にね、あるあるある、ちょっと斜めになったやつね。あ、俺のこれと一緒でしょこのこれと階段みたいなのと一緒でしょ。階段はここですよ。これはその道があるじゃん。ある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 、あのみんながひれ伏すとこよ。ほらほら、俺もこっち書いてる。それ違うでしょこういうのあったよね。あったあったあった。なぜか斜めっていう、うん、七不思議ですね、うん、首里城の。あの昔の網傘をかぶってるロボットみたいに見えるけど確かに。これほらちゃんと入り口ね、ここに正門にね、一緒だね俺と一緒。もうなんかね、これを書いた時点でもうここしかなくなって分量間違えたと思って。どっから書くでしょ分量間違えたと思って。なんで道から書くんだよいやもはや建物として成立してないからねあなたのはでも書いてるのはちょっと似てるんだよね。似てる似てる、ここら辺でしょ。ここら辺似てるよね。大体こんな感じじゃなかったこんな感じじゃなかったってまあ今回も僕じゃないですか、もはや。悔しいけど。悔しいけどね、うん、僅差でね。僅差じゃない、うん、何か言わすの。これもちょっとコメントくださいよ、どっちがうまいか。いやーどっちも下手だと思うよどっちが首里城に見えるか。普通こういうのってさ、うまい人一人いない。そうそう、振りでね、うん、だからこの企画の失敗のところはそこだよハイビスカスにしますか。花。あー、なるほどね。ハイビスカスはかけるでしょ。かける、もうね、間違いない。1日2回は見るね、沖縄にいると。自分で作ってたからね嘘、うん、どういうこと。探してたってこと。育ってたから、うん、ああなるほどね。ハイビスカス、はいはいはい、綺麗ですからね、ハイビスカス。これはごめん負けない。いやいや俺もですよ、うんうん、もはや心に持ってますからねスタートって言ってもらっていいですかいきますよ、はい、よーいスタート。あれ、僕はね、でも花は自信ありますよ。マジで。その小学校の時に撮ったやつは僕花で受賞してますからね、うん、もはや。あれ、ハイビスカスって葉っぱ生えてたっけ。そう、俺もそれで迷ってんの。オッケー、オッケーです。どっちからいきます。いや、最後あなたから言ってくださいよ。僕からいきましょうか、うん、めちゃめちゃ自信あります。はい、ついに東京にもハイビスカスが咲きましたね。おう、いいね。いきます。こちら
ただどうですか。あない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 。あ、そっか、ハイビスカスってこうだ。結構うまくないですかこれ、うん、ね。あ、うまいかも。結構葉っぱはちょっとよくわかんないけど、うん、なんかこの一本のつるあったかなっていう気がするけどね。あるよね、なんか太い、うん、いやこんな感じですね。あーでもわかる、わかるでしょ、うん、これ何って聞いたらハイビスカスじゃない。ハイビスカスだ。絶対はやっぱ愛してますからね、俺は。琉球愛がありますから。あ、こんな形か。俺ちょっと違うわ、形が。マジ、うん、なんか5個ってイメージだよ。そう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 、ハイビスカスって葉っぱが。そうそうそう。で、こっからなんかめしべ、そうそうそう、しべが出てる、ね、入ってるよね、うん、いやー、これはもう優勝じゃないですかね、僕。っていうか、ここにいたわ、ハイビスカスいたいるわいるやんけ。忘れてた。そうや、うん、それ全く見てなかった。俺も見てなかった。あ、でもそれって言ったらさ、やっぱそうだよね。似てるよね、ほら似てる。ほら、あー、やっぱうまいな。似てるよね。葉っぱ、こういう葉っぱなんだね。あ、俺葉っぱは一緒だ。葉っぱはね、うん、俺葉っぱかけてる。葉っぱかけてても意味ないよさあ、宮城さんはどのような。じゃあ私が描いた、ちょっと形が違うけどね、はい、ハイビスカスはこちらです。じゃん。何これ。ハイビスカス。え、怖い。イソギンチャクにしか見えないんだけどいやいや、でもほら、葉っぱがさ、こんな感じでさ、あってさ、怖い怖い。ちゃんとほらあの、おしべとめしべ生えてるでしょ。おしべとめしべ両方は生えてないんじゃないいや、わかんないけどどっちかでしょ。なんか2本かなんか生えてなかったっけああ、生えてる、何個か生えてるね。で、葉っぱが一緒だね。え、何これ。これ何これ。花びら、花びら。花びらこんなないでしょ。だからイメージよ、イメージそんないっぱいあるイメージある。いや、なんかそんな感じだったなーっていや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 、もはや見たことないな。あるあるある。だって空想で描いたんじゃないの。いや、なわけないだろよ、ハイビスカスだよ誰に聞いたらこれハイビスカスになるのこれあれでしょ、1歳未満のおもちゃでしょくるくる回るやつ。そう、手で噛んでもいいみたいないやー、これはなんかちょっとないな。惜しいよね、でもね。マジ下手。ほら。え、なんで？才能が違うんですよ、もはや。じゃあもう愛情は僕の方がね、やっぱり鮮明に覚えてるってことは。いや、だからそれ絵が上手い下手の問題もあるでしょ。いやいやいや、もはやだって葉っぱの数もおかしかったじゃん。記憶がないんですよ、もはや。愛情がないからね。僕は愛情あるからちゃんと記憶してます。だって最近見たもん、俺。ハイビスカス。どこで？この子で。ああ、写真ね。で、これだから、そのイメージして描いたんだけど、だから感動してないわけですよ、ハイビスカス。ああ、なるほどね。もう覚えてないとか。もう毎日僕は感動しましたね。なんて美しい花が沖縄に咲いてるんだと、うん、この負けただけでさ、こんなに腹立つもんなんだねじゃあ今回は僕の勝利ということでね、はい、はい、また次回ね、はい、次回もやりますよ、抜き打ちで。やろやろ、うん、ちゃんと勉強しといてください、はい、今日も実際急に決まったからね。まあまあまあ、何やろうかって話をして。そうね、絵描きましょうって、うんうん、下手な2人が聞いたらどっちも描けないみたいな、うん、それ意味なくないってでもひどすぎる、宮城さんが。ちょっとあの、格好つけてくれてよかったよ。格好つけっていうか、もうだからリアルにね、うん、僕はリアルな愛情を、愛情表現です。はいはい、もう沖縄に対しての。そうですね、うん、愛情がなさすぎる。ちょっとね、これを見て俺も出たいぜっていう沖縄の人いたらね、うん、ちょっと私の方が愛情ありますっていう人は、絵がうまいですっていう人がいたら、ぜひぜひね、来てくださいよ。来てくださいよ、うん、いっぱいおごりますんで出た、いっぱいいっぱいだけね、お酒ね、うん、青森だけね。青森だけ青森だけ青森縛りだから相当やばいな。お願いします誰も来ないんじゃないか多分誰も来ないですね、はい、じゃあまたお会いしましょう。はい、はい、さよなら。じゃあねー。